フランスバニョレに生まれ、パリ・サンジェルマン FC の下部組織で育成されたが、問題児のために追い出された、ディスタンは4部に相当する、フランスアマチュア選手権の US ジュエル・トゥールに渡り、トゥール FC で26試合3得点を記録した後、2部の FC グーニョンで、初プロ契約を締結し、キャリア初タイトルとなるクープ・ドゥラ・ラリーグを獲得する。 グーニョンでの活躍から、ユース時代を過ごした一部のパリ・サンジェルマンへの移籍を勝ち取るが、公式戦35試合に出場後にわずか1期で、期限付き移籍へ出された。ニューカッスル・イングランド一部のボルトン・ワンダラーズ、FC からのオファーを拒否し、2001年9月11日に、同一部のニューカッスル・ユナイテッド・ FC へ、期限付き移籍をする。本職が、センターバックだったものの、 ニューカッスルでは、ボビー・ロブソン監督が、同一のレギュラーに、ニコス・ダビザスとアンディ・オブライエンを据えることを好んでいた。ため、左サイドバックに起用されて、サイモニ・エリオットとも、ポジション争いをしていた。マンチェスター・シティ・マンチェスター・シティ FC での、ディスタン・ニューカッスルへの期限付き移籍終了後、当初は、ニューカッスルへの完全移籍を希望していたものの、 現役引退したスチュアート・ピアンスの後釜として2002年5月19日に移籍金400万ポンドで同一部のマンチェスター・シティ FC と4年契約を締結した。加入一期目ながら、リチャード団とコンビを組んでの安定したパフォーマンスから、クラブの年間最優秀選手に選出され、アリ・ベナルビア退団後は、首相も務めた。 その後もチームの不可欠な選手として安定した活躍を見せていたことから常にタクラブから注目を集めており2005年1月には全所属のニューカッスルから移籍金500万ポンドのオファーやローラン・ロベールとの交換が提示されたがいずれもマンチェスター・シティ側が拒否していたしかし2005から06シーズン終了後の契約延長の話に応じるなかったこともあり 2006年8月にガレスサウスゲートの後釜を探すミドルズブラ、FC からのオファーを受け入れクラブ間合意に達するが、今度はディスタン本人が拒否したことで残留となり、2006から07、シーズン終了後の2007年5月22日に新たな挑戦を求めるために対談を発表した。ポーツマス2007年5月23日に自由、契約選手として、 同一部のポーツマス FC と3年契約を締結。ポーツマスでは、ハリー・レドナップ監督によって、副首相に任命され、不傷離脱していたソル・キャンベルの代わりにチームを牽引し、フラットンパークでの最初のシーズンに、イングランドに渡って、移行初タイトルとなる FA カップを獲得。首相であり、コンビを組んでいたキャンベル対談後は、新首相に任命されている。 エバートン2009年8月28日にジョリオン、レスコットの後釜として遺跡金530万ポンドで、エバートン FC と3年契約を締結する。エバートンでは、背番号15を渡され、早速8月30日のウィガン、アスレティック FC 戦で、初出場を飾り、9月17日のギリシャ一部エク、アテネとの UEFA ヨーロッパリーグ2009から10、 で遺跡後初得点を挙げ、2010年2月16日の同大会、スポルティング・クルーベでポルトゥガル戦でエバートンでの2得点目を挙げた。しかし、同試合では、ジャック・ロドウェルからの普通のバックパスを、ペナルティーエリアで、トラップミスしてしまい、それを、リエジソンに奪われると、さらに、リエジソンがシュートを放つ際に倒してしまったことで、ペナルティーキックを与え、さらに自身は、 レッドカードで退場する大失態を犯した。このような失態をする場面が見られたものの、負傷で、長期離脱のフィルジャギエルか、ミッドフィルダーの相次ぐ負傷離脱から、中盤も務めていた4位ハイティン派、低調なジョゼフヨボトルーカス・ニールにより、なかなかメンバーを固定できない右センターバックとは違い、左センターバックの主軸として29試合に出場し、レスコットの穴を見事に埋めた。 翌、プレミアリーグ2010から11シーズンは、負傷勝ちのマルアン・フェライニのために中盤を務めることになったハイティン派の代わりとして、負傷から復帰した、ジャギエルカとコンビを組んで、リーグ戦、全38試合に出場。2011年11月16日の、リバプール FC とのマージーサイドダービーで後半、開始早々にコーナーキックから頭で、 リーグ戦初得点を挙げ、5月7日のフルスマンチェスターシティ戦で、同点弾を挙げている。2011から12シーズンは、2012年1月15日の、ボルトンワンダラーズ FC 戦で、GK ティム・ハワードの100ヤードもの得点をアシスト、しており、プレミアリーグ創設以後で4番ダメとなる GK の、得点に関与した。4月14日のリバプールとの FA カップ。 準決勝でまたしても、普通のバックパスの処理をミスしてしまい、ルイス・スワレスに決められ、1から2で敗退したことで、ファンにツイッターで謝罪した。このようなミスが見られたものの、全体的に安定したパフォーマンスから、クラブの年間最優秀選手に選出され、5月25日に契約を1年延長した。2013年1月24日には、 さらに契約を2014年夏までの1年延長し、2月のキャローロードでのノリジシティ FC 戦で、英国以外の外国人選手として、初のリーグ出場数400試合を達成した。2013から14シーズンは、長く指導を受けたデイビッド・モイーズ監督から、ロベルト・マルティネス監督に交代し、若手ジョン・ストーンズの加入があったものの、ジャギエルカと、 強力なコンビを築いたことが評価され、2014年1月19日に契約を1年延長しており、最後まで定位置を守り切って、チームを勝ち点72での5位で終わらせることに貢献した。36歳ながらも衰えを見せないパフォーマンスは、10歳、若い選手のようにプレーすると記述され、マルティネス監督からは、フランスで、 彼よりも優れた左センターバックが存在するとは考えられない。フランス代表を見ても同様だねと称賛された。AFC ボーンマス2015年7月1日、プレミアリーグに昇格した AFC ボーンマスへ移籍。契約期間は1年。2003年に制挙したマルク・ビビアン・フォエーの追悼試合で、11月に友情チームとしてカメルーン代表と試合した。 フランス代表のほか、父親がグアドループ出身のために、FIFA 未加盟のグアドループ代表でプレーする資格を保持しており、グアドループサッカー連盟から2011コンカ,カー,アーフ、ゴールドカップへの参加が持ちかけられたが、クラブでの日課に影響が出るために拒否した。2014年5月14日に、フランス代表の 2014FIFA ワールドカップへの登録メンバーが発表された後、 ツイッター上で、出場は例だったが、素晴らしい経験だったと冗談めかして国際試合から引退することを発表した。2012年3月13日、プレミアリーグのリバプール FC 戦にて、エバートン FC でプレーする、ディスタン2014年5月11日時点。ありがとうございます。